同じ時を過ごし、同じご飯を食べ、時に喧嘩し、それでも心を許し重ねられていく時間。そんな風にして過ごしてきた家族にとって自分の娘を見間違えるはずはない。どれだけ娘だと言われても、娘が残した数々の証拠が娘ではないことを物語っているのです。誰が何のために矛盾だらけの演出をしたのか。ピンときている方も少なくないでしょう。あの国が絡んでいるであろう事件のお話です。山本美穂さん失踪事件。1984年6月、山梨県甲府市に住む山本美穂さん当時20歳は、図書館に行くと言い残したまま行方がわからなくなりました。失踪前の彼女の行動についてわかっていることはこれだけです。それ以降彼女の足取りは一切つかめないまま、20年後の2004年3月、家族の元に一本の連絡が入ります。その連絡は、彼女が失踪してから17日後に山形県の海岸で発見された身元不明遺体が DNA 鑑定の結果、美穂さんであると判定されたのです。自殺なのか他殺なのか、家族には全く思い当たる節がなく、その判断はつきませんでしたが、遺体が身につけていた服やアクセサリーを写真で見た母親が一目見てこう言いました。美穂じゃない。詳細です。今から約35年前の1984年6月4日午前10時、美穂さんは図書館に行くと家族に言い残し、バイクで出かけたまま行方がわからなくなりました。2日後の6月6日には美穂さんのバイクが甲府駅前で発見されますが、美穂さんの足取りはつかめません。さらにその2日後の6月8日、新潟県の海岸で美穂さんのセカンドバッグが発見されます。この時から家族には不審な無言電話がたびたびかかってくることになります。そして美穂さんが失踪してから17日後の6月21日、山形県の海岸で身元不明の遺体が発見されるのですが、この時はまだ美穂さんとの関連性は語られていませんでした。警察の懸命な捜査も虚しく、時だけが過ぎていきます。そんな中、美穂さん失踪から約18年後の2002年、当時北朝鮮が拉致を正式に認め5人が帰国。その中には政府が認めていなかった拉致被害者がいたことから、美穂さんの家族は北朝鮮による拉致ではないかと考え始めます。そしてその1年後の2003年3月、家族にとって衝撃的な話が舞い込みました。美穂さんを見た、韓国に亡命した北朝鮮の元工作員クォンヒョク氏の証言でした。彼の口からは1994年頃に北朝鮮国内で美穂さんを見たという話があり、双子の妹であるミサさんと美穂さんがそっくりだと続けます。そしてミサさんに対し、あなたの方が華奢だとコメントを残しています。母親のコメントからはそれが事実であることが分かっています。クォンヒョク氏は他にも美穂さんが北朝鮮にいたことに関して裏付けを交え語っています。家族は美穂さんが拉致されたのではと動き出しました。1年後の2003年の5月、突然双子の妹ミサさんの元に県警の人間が訪れ、今後の捜査のためという理由で DNA 鑑定の資料として血液を採取されます。そしてその1年後の2004年3月4日、20年前に山形の海岸で発見された身元不明の遺体とミサさんの DNA が一致したという連絡が入ります。遺体の DNA とミサさんの DNA が一致、つまり双子の姉美穂さんであると。しかしこの時、ご家族はどう考えてもこの遺体が美穂さんであるとは思えませんでした。あらゆる特徴が違っていたからです。その理由がこちらです。どうでしょうか。身体的な特徴ももちろん違いますが、母親が確認したところ、つけていた下着もネックレスも美穂さんのものではなかったそうです。またこの遺体が美穂さんであると説明した警察の言葉はあまりにも頼りないものでした。私もその専門家じゃないのでよくわからないんですけれども、DNA 鑑定の結果からあなたの娘さんだと思います。その翌日、警察はご家族の理解を得ないまま突然、山形で見つかった遺体が山本美穂さんであるとマスコミに向け公表したのです。その発表の中には自殺の可能性があるという内容が含まれていました。何かこう、警察は結果を急ぐような、まるでこの遺体が美穂さんで事件性のない自殺でなければならないような、そんな風にご家族は感じたそうです。その後の4月7日には残された着衣を直接閲覧。母親である文子さんはやはり美穂さんではないと確信を深めます。彼女とは特徴の合わない遺体、突然の血液採取から突きつけられた DNA 鑑定の一致、これには裏がある、当時からそのように囁かれていました。当時千葉県で生産される砂鉄、水飴などを北朝鮮に輸出するための国内ルートとして大町ルートと呼ばれる物流のルートがありました。この大町ルート、実は数多くの失踪事件が発生しているんです。在日朝鮮人が多く従事していたこの産業、大町ルートは
新潟、富山を経由するものでした。つまり美穂さんは図書館に行くと言って出て行ったところ、何者かにさらわれ、大ごとにしたくない警察、つまり国は無理やりにでも美穂さんが死亡したことにして丸く収めようとしたということです。美穂さんは生きている、その事実を裏付けることはクォンヒョク氏の証言以外にもありました。家族の元には彼女の失踪以降、無言電話がたびたびかかってきていたのです。中でも彼女が失踪してから3年後の1987年10月18日、この日無言電話に出た双子の妹ミサさんは電話を取り、美穂でしょ、元気と問いかけました。するとかすかに元気との答えがありました。母親からも必死に帰っておいでと声をかけるも無言のまま、何度か電話があり帰ってくるよう伝えるも無言が続いたそうです。身元不明の遺体が漂着した地点、実はここは北からの工作員が上陸する地点だったそうです。そのことからこの遺体が美穂さんであってもそうでなかったとしても、美穂さんが拉致されたとする説は極めて合理的な考え方ではないかと思います。身元不明遺体が美穂さんであると発表があった当時、北朝鮮には8人の拉致被害者がいることが公に判明した時期であり、返還を要請し日朝の国交正常化交渉を進めていくという流れの中にいました。そんな時、新たな拉致被害者を公に公表するのは避けたい、そういった裏の事情が垣間見えてならないのです。本件は身元不明遺体の DNA データに偽造があったのではないかという話もあります。残されたご家族は拉致被害として美穂さんの人権救済申し立てを起こし、山本美穂さんの家族を支援する会も立ち上げられています。この事件の犯人はおそらく亡国だと思います。しかし当時の状況からそれを隠そうとした人物は、日本の警察、そして国をも動かす力を持つ人物と言っても過言ではないでしょう。いずれにせよ、美穂さんが帰ってくることを願ってやみません。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。